エントリーナンバー2番、関西学院大学社会学部吉岡エマです。私は古典だったり神社仏閣が大好きなので、そういった日本の歴史が好きなところが内面的なアピールポイントかなと思います。今宮恵比寿の福娘として2022年度は活動いたしました。外見的なところですと、まだまだちょっとメイクとかは発展途上なので、これから頑張らないといけないんですけれど、身長が172センチあるの でまだ伸びているので、まだまだ伸びしろがある吉岡です。テニスを18年間公式テニスですねをしていました。そうですね、ずっとあの部活動には入っていなくて、外部 そのテニスクラブに所属してその試合とかに行っていました。大学ではそのもう放送、私アナウンサーに将来なりたいんですけれど、そのアナウンサーの技術とかアナウンス力を磨くために放送局に入って取材をする側に回っています。日テレの藤井アナウンサー、藤井貴彦アナウンサーが私大好きで、あのリーダー力、その自分の言葉でその人のが疑問を持つとか、なんか考えるきっかけになる人になりたいなと思っています。私あの大阪の、関西情報ネット10っていう番組が大好きで、その情報番組の一つのコーナーで神社仏閣とかその日本の歴史を回るコーナーがあったんですね。でそういうコーナーをなんか私もやってみたいなと思ったのが、結構アナウンサーを目指したきっかけの一つでもあるので、そうですね、そういう私の好きな古典 その聖地であったりとか神社仏閣を巡る、そしてリポートしていろんな人にその魅力を伝えていけるようなリポートをしたいなと思います。そうですね、基本なんかホワホワしてるとかおちゃらけてるとか言われたりしますね。あと私すごくなんか何でも笑ってしまうというか、すごくツボが浅くて、結構お笑いとかも大好きなので、いつも笑ってるねっていう感じで言ってくれる子は多いです。一番見てるのは、チョコレートプラネットさんの YouTube だったりとか、ジャルジャルさんだったりとか、あとはさやかさんを大好きです、はい。この間ちょうど万博であの花火があって、その万博を盛り上げもっと盛り上げていきましょうっていう花火があって、そういうなんかイベントがどんどん増えてきてるんですね。そうですね、そういう、まあ、イベントも増えてきましたし、なんか私学校でハイアールっていう家電メーカーさんと、そう私の所属してるゼミと、その万博の2025年エキスポがコラボして、その同地域になんかハイアールの家電を使ってこう地域活性化をできるかみたいなのをディベートとかを行ってるんですけれども、それを実現に向けて今活動してたりとか、結構学生とかにもなんかそういう万博がもうすぐ来るよみたいなのが結構波が来てるかなと思います。はい、将来は人の心に寄り添える立派なアナウンサーになりたいです。ありがとうございます。